では激辛ジョニーエスケモモになるし火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回東京都小金井市にやってまいりました。私今日はですね、こちらの麺鶴亀屋さんというね、まあラーメン屋さんに来てるんですけども、こちらにですね名古屋名物の台湾ラーメンが楽しめるということで今回やっていくんですけども、辛さレベルが今回も選べまして追加料金払えば辛くできるそうなんで、今回それにちょっと食べてみたいなと思います。言うてもね、美味しさ第一なんで、食べログ 3.5 うま辛台湾ラーメンということで、まあね、しんどい激辛よりもね、たまにはこういったうま辛料理食べていきたいかなと思うんでね、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。東京武蔵小金井駅から徒歩3分の距離にある麺鶴亀屋、熊本ラーメンの名店肥後門図の姉妹店でもあり台湾ラーメンが人気のお店だ。今回はこちらの激辛メニューを紹介するとしよう。まずは丼に醤油だれ、ニンニクを投入。続いて麺を茹で、辛味付けに一味唐辛子をブレンドしたものを使います。鶏と豚骨から出汁を取ったスープを丼へ、茹で上がった麺を合わせ、続いてもやしをトッピング。台湾ラーメンには欠かせない肉ミンチを盛り付け、卵、ニラ、仕上げに粗挽き唐辛子を振りかけたら完成。台湾ラーメン激辛増しのお目見えだ。はい、というわけでこちら来ました、台湾ラーメン激辛増しでございます。こちら追加料金を支払うと辛さ増しができるということで、今日はモー君、はい、YouTuber というかマジシャン、はい、お仕事マジシャンの、はい、YouTube をやってます。モー君、はい、よろしくお願いします。ちょっとモー君はこっちの普通の台湾ラーメンの方、はい、ちょっと食べてもらおうかな。ちょっと一口食べてみてよ、はい、こっち食べて、はい、スープこっち一口飲んで。台湾行ったことあるんで、うん、あ、そっちの台湾と関係ないから全然関係ないから。ちなみに食べたことないんですけどね。こっちは普通の台湾ラーメンなんで、そんなにうん、まこのぐらいのちょうどいい辛さでいいと思いますけど。ちょっとスープだけいこうか。はい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 。あ、ダメだ。なんかね、これが異常だ。喉が死んだ。じゃあちょっと私、はい、いただきます。じゃあ、はい、いただきます。どんなもんかいと。いや、台湾ラーメン食べるの久しぶりなんですよね。名古屋で1回食べたんですけど、はい、それ以来かもしれないですね。うん、あー、これよ美味しいですよね。うまい。麺いきましょうか。醤油の香りと肉ミンチの旨味が合わさって唐辛子が絡みついてますよ。ちょっと辛みがきついときはこの煮卵。うわ、それ絶対うまいじゃん。うーん、おいしい。あんま主役じゃないじゃん煮卵って、この台湾ラーメン、はい、まあ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 、しっかり手を抜くことなく愛が注がれてますよ。お、なんか食レポがうざくなったなやかましいわ。うまいな、これちょうどいい。うん、うまい。そう、汗かいてないからちょっと霧吹きとかで。バカ野郎、そんなもん用意してねえわうん、お、すごい食べっぷり。もうないじゃん、すごっ。なんかだんだんレベルアップしてますね、うん、うん、すごっ。うま辛。俺食べた時すっごい辛かったんだけど、これ辛いんですよ結構。普通の人だったら普通の辛いですよ。うまい。すごっ。うん、
もう残すところスープのみなんで、最後に男らしく丼担ぎスタイルで終わらせたからね。それがだって一番辛いもんね。唐辛子が沈殿してるから。ごちそうさまでした。美味しい、美味しかった。今日の辛さレベルを教えていただいてもよろしいですか。知りたい。知りたいです。特別だよ。麺屋つるかめ屋さんの台湾ラーメン激辛増し辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル4です。じゃあ、あとわりかし一般の方も、そうだね、使ってる唐辛子はそのハバネロとかそのギネスに登録される唐辛子じゃないんで、あのこれは安心して食べれます。今日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんでちょっと紹介していきたいと思います。ペンネーム外マッキーさん、頭にタオル巻いてますが築地の方ですかと。え、魚屋じゃねえよ。